一応ね電源は入ってて、んで電源なんでこっちですね、入力してんのに入らないんですよ。速攻で故障ですよ。んでとりあえずブルーティーさんに問い合わせたら無償でこれですね、電源アダプター送ってもらったんで取り付けます。あ、来ました来ました、よかったよかった。これでもだいたい500ワットしかあれやねんな。だから追いつかないんですよね。とりあえずこれでまた様子見ます。もうこれ一回潰れてるからめっちゃ心配やんやけどね、また何年後かになんか潰れそうで、まあまあそんな感じですね。猫と時のタヌキニャン。太陽光トラブルと面倒い。以前太陽光を設置したんですけど、あんまり能力が低いんですね。ワット数とか、まあボルトはそのままなんですけど、で問い合わせたらね、なんとね、電流値が15アンペアまで可能らしいんですよ。それ買いとけっちゅうねんとか思いながら、ブルーティーさんか。に問い合わせたら15アンペアまで対応可能ということで、ほんなら僕並列つなぎしてるんで、要は計算したら大体ですけど1枚につき9アンペアぐらいなんですよ。だから並列で取り付けてるんで蓄36アンペアなんですね。ほんならかなりの損失になってくるんで、これを並列から直列に変換、配線します。頼むでほんまに。そうそう、しかしこれ見てください、これもうこんな色を剥げてるんですよ。屋根の上ってすごいんですよ、劣化がめちゃくちゃ早いんで、まあとりあえずやっていきます。丁寧にやりすぎて誘着テープつけて、ほんでブルーティーが15アンペアまで言ったから全部剥がしてまた直列につなげないといけないんですよ。最悪ですわ。もう先に言ってよ、15アンペアって全然記載してなかったんでね、全部並列でつなげたんですよ。ここは影が多いんで。
ぶとときの狩りだけど何？とりあえずね、こんな感じで赤黒と接続していきます。こういう感じで直列につなぎました。つなぎ替えました。これで一回ちょっと見てみます。一応まあ接続部分はもう裏に隠してこんな感じでいいと思います。一応防水なんで、これで配線は終わりました。最悪ですね。結局つなぎ合わせたところで 21W。 マジか。まあ今夕方なんで、ああ最悪。猫と時の狩りだけど何？ライブ拭きます。もしかしたら汚れてるかもわかんないんで、多分でも騙されてんやろな。全然 250W 全然でいい。よくもな、角度的には21度なんで、ちょっとまだ角度が足らないんですね。だいたい大阪で 29.2 度って書いてあったんで、そんな感じです。一応こんな感じで傘増ししました。ちょっと角度が変わってます。結構上げやなあかんねんな、思ったよりか。そんな感じです。一応2度ぐらい上がりました。ウィーっていうか、これ廃棄すんのお金かかるやん。どうすればいいの、こんなんね、引き取ってもらいたい。最悪です。Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I